山花貞だは、日本の政治家、弁護士。衆議院議員、日本社会党委員長、日本社会党書記長、政治改革担当大臣等歴任。父は日本社会党副委員長や、衆議院議員、参議院議員を務めた、山花秀夫。長男は、立憲民主党衆議院議員の山花育夫。東京都出身。早稲田中学校、高等学校。 中央大学法学部法律学科卒業。22歳で司法試験に合格し、司法修集第13期を終了。司法修集の同期には、堀田地から横山昌司、一井次治らがいる。1961年に弁護士登録し、日本労働組合総評議会弁護団に加わっていた。1976年。 第34回衆議院議員総選挙に日本社会党公認で、旧東京都第11区から立候補し、初当選を果たした。1978年、飛鳥和夫委員長就任に伴い、委員長指名の中央執行委員に就任。1983年、馬場昇書記長の更迭に伴う役員改選により、党候補局長に就任。 同年8月の石橋正史委員長就任まで、務める。1986年、土井高子公部で副書記長に就任し、1991年の田辺誠委員長就任に伴い、当初記長に昇格する。1993年、自由民主党の金丸信元副総裁が、事実上失脚。国会対策委員長時代から金丸をはじめ、 自民党国対委員会に太いパイプを有していた、田辺委員長が辞任に追い込まれ、公認の社会党委員長に無投票で選出された。就任後は、日米安全保障条約や自衛隊の扱い等、社会党の基本政策の転換に意欲を見せていたが、宮沢内閣不信任決議案可決により実施された1993年、第40回衆議院議員総選挙では、 安自民票を、新政党や日本新党、新党を先駆けに奪われ、戦後長らく野党第一党であり続けてきた、社会党は、解散前の139議席から70議席に、落ち込む、大惨敗を喫した。同年8月、細川内閣で無認証の国務大臣として、政治改革担当大臣に任命され、初入閣を果たすが、 直後に総選挙敗北の責任を取り、社会党委員長を辞任。同年9月、現職の社会党委員長で、初めて、大韓民国を訪問した。翌年、細川内閣総辞職に伴い政治、改革担当大臣を退任。羽田内閣発足後、社会党は、連立政権を離脱。自民、社会、先駆け三党による自社さ連立政権の、 村山内閣が発足する。1994年8月、社会党内の右派、中間派の再結集を図る、政策集団、新民主連合を結成し、同会会長に就任。社会党の枠を超えた、民主、リベラル勢力を結集する新党の結成を図り、1995年1月6日、社会党の山花、新新党の川端達夫、 民主改革連合の波森隆民主新党クラブのカ田万里の4人を代表に、新党準備会を発足させる。1月16日、新会派、民主連合、民主新党クラブの結成で合意し、翌17日、山花をはじめ衆議院17名、参議院7名の合計24名の国会議員が、院内会派からの離脱を届け出たが、同日阪神、 淡路大震災が発生。そのため会派結成を先送りし、民主、リベラル新党構想は事実上頓挫。新党準備会も4月に解散した。5月に、山花は単独で社会党に離党届を提出。土井隆一、元岡昭治らが合流し5月29日に新会派、民主の会を結成。なお民主、リベラル新党構想は5月の、 社会党大会においても、山花同様に、新党結成を模索していた、久保る初期長らの主導により、党の方針に採択されるが、結局全党的な新党意向は実現せず、1996年1月の社会民主党への解消に止まった。1995年12月、海江田万里を代表に市民リーグを結成する。 市民リーグは1996年9月に旧民主党に合流し、山花は東北代表に就任。同年10月の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、東京22区から旧民主党公認で立候補するが、古巣である社民党も保坂信人を擁立し、革新票が分散。 新進党の伊藤達也が当選し、山花は、重複立候補していた比例東京ブロックで復活した。1998年、旧民主党の選挙対策委員長に就任。1999年7月14日、急性心不全のため、衆議院議員在職のまま死去。63歳没。死去に伴い、 比例東京ブロックの旧民主党時点であった渋谷治が繰り上げ当選となった。追悼演説は同年8月10日に自民党の河野洋平が行っている。また2000年の第42回衆議院議員総選挙には息子の山花育夫が地盤を引き継いで立候補し当選した。ありがとうございます。